生徒の神は愛で、今も皆さんのことを愛しておられるということになります。ハレルヤ。十字架で、なぜイエス・キリストは十字架にかかって死ななきゃいけなかったのか。私たちが神と離れてしまったので、神のことが分かるように、その罪から救われるように十字架にかかってくださった。そのイエス・キリストは死んだ後よみがえったのであります。死んだ人間がよみがえる、ありえない話があるのであります。それが聖書の話であります。アレルヤ。人類はもう終わりが来てます。世界は終わりの時代に来てます。世の中は終わりが近づいてます。アレルヤ。あれ、こんなにあってるのに、ね、ドラマではありません。早瀬はるかのドラマありましたが、実際にある話であります。このケースを見て、アダムとエヴァから始まった人類、そしてイエス・キリストにつながっている人類、歴史の事実が何を物語っているのか、聖書の言っている予言が成就する。世の中は世界終わる、世界終わっております。世界の終わり、アレルヤ。このコロナの、またワクチンの騒動は終わるのか。終わりません。元の生活は戻れなくなってしまいました。ワクチンを打つと DNA が壊されて2年以内には死ぬと言われています。ネットの上の情報ですが、それが本物かどうかは別として、人が死ぬのはアレルヤ、イエス・キリスト。あなたのことを愛していると聖書から言っています。アレルヤ。私たちのこの福音を語ることを邪魔する者はいない。アレルヤ。警察降臨であります。どんどん生徒の話をしてほしいと言われているのであります。いつか新宿にやってもパフォーマンスと思われないで警察はやってほしいと思っています。なぜならば外国人の犯罪が増えている今に、日本多くの危険がありますが、クリスチャンになったら人が良くなると警察を持っているからであります。アレルヤ。あなたがイエス・キリストを信じれば人生の目的が分かります。なぜ生きているのか分かります。あなたはなぜ今ここ横浜を歩いているのか。いい男といい女を探しているんでしょうか。ここにはいません。そのホテルにいます。アレルヤ。皆さん、ブラウン氏が何も見つかりません。今もう緊急事態宣言関係ないのであります。そうですか。誰が何て言っても五輪を行おうとしている、そしてワクチン打たせようとしている。世の中終わりであります。このコロナ騒動終わりません。マスクはしばらくずっとつけたままであります。日本人は憂鬱なのでわからないのであります。騙されたままであります。アレルヤ。私たちは聖書を通して真理に目覚めています。このアダムから始まったイエス・キリストにつながっている真理の神を知っているので、天国と地獄があることを知っています。アレルヤ。世界を渡ります。世界は世界の終わりが近づいている。聖書の最終予言はこの世の中終わるということで、今残念ながら終わります。救いはアレルヤ。世の終わり来てます。アレルヤ。アレルヤ。昔から言おうが今は近いんです。アレルヤ。今は本当に救いの終わりであります。アレルヤ。イエス・キリストは今もなくてます。そのことを私たちに伝えに来ています。頭があなたがおかしいと私たちに思えても構いません。これが真理だからであります。世界は終わっています。世界の輪がキーワードであります。アレルヤ。このイエス・キリストによって私たちは救われるのであります。どんな人間も死ぬことにおいては平等です。金持ちも死ぬ、貧乏人も死ぬ、そのことにおいてだけ唯一平等であります。アレルヤ。しかしその後あなたがイエス・キリストと出会うならば天国が約束されています。そうでなければ地獄、残念ながら永遠の地獄であります。アレルヤ。私たちはこの真理を今語っています。このイエス・キリスト